こんにちは、河野ゆきやです。今回は売れる商品の作り方をご紹介します。これはコンサルをしていて一番多い質問なんですけど、何が売れるのかわからないから商品が決められないというご相談をね受けることが多くあります。なので今回は何が売れるのか、どうやって売れる商品を作っていくのかということをご紹介していきます。販売してみたいけど何を売っていけばいいんだろうっていうふうに悩んでる方、もちろんなんですけど、これから新しい商品っていうのを開発していこうかなっていうふうに思っている方も最後までご覧ください。まず売れる商品を作る方法をお伝えする前に一つだけお伝えしておきたいことがあります。それは扱う商品のジャンルですね。ちょっと選んでほしくないようなジャンルっていうのもあるので、それを先にお伝えしておこうというふうに思います。まあそれはね、スタイとかレッスンバッグですね。いわゆる幼稚園カバンとかいうふうに言われるものなんですけど、それはちょっと私の中であんまり売れないんじゃないかなっていうふうに思う候補の一つにもなりますので、それについてご紹介していきます。裁縫するきっかけになるのがやっぱりスタイとかそういうレッスンバッグを作ったから裁縫を始めて、ですごく楽しくなったし、友達にも作ってあげたりとかして欲しいって言ってくれる人が多くてみたいな、そういうふうなきっかけがあるから自分も販売してみたいっていうになる方が非常に多いんですよね。やっぱり他のものを練習して販売をするよりも今できる技術で販売した方がやっぱり楽だし、まあ、そういうふうに考えられる方が多いんですけど、まあ、やらない方がいい理由っていうのが3つあるので、それをご紹介していこうと思います。私にお問い合わせ来る方の中で多いのがそのスタイとかレッスンバッグだなっていうふうに思っただけで、他にもね、これから話す理由の3つの中に該当するような商品っていうのはあまり販売しない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、とりあえずね、ちょっと売らない方がいい商品っていうのがどういうものかっていうことをね、しっかり聞いていただければなというふうに思います。まずですね、スタイとかレッスンバッグをやらない方がいい理由の1つ目っていうのは、買いたい人よりも販売者の方が多すぎるんです。ミンネでもいいし、メルカリでもいいし、グーグルでもいいんですけど、もう検索してみてください。もうね、スタイとかレッスンバッグってなんか溢れ返っているんですよ。先ほどもね、お伝えしましたけど、裁縫のきっかけになるのがスタイとかレッスンバッグから入るので、それを作れる人が非常に多いっていうことですね。あとは裁量生産とかもしやすいので、西松屋とかガチャン本舗とかもそういうところでも安く販売していますよ。これ安く販売していたり、多くの人が販売していて、需要があったらいいんですけど、需要っていうのがなかなか追いついてこないんですよね。スタイが欲しい方っていうのは主に0歳とかですよね。まあ1歳とか2歳でも余題が多い子とか、まあファッションとしてつける方も多いんですけど、3歳以降でつけている人っていうのはなかなか珍しいかと思います。なので、スタイに関しては買う年齢層が限られてしまっている。レッスンバッグも買う層が限られてしまっているんですね。タイミングとしては幼稚園とか保育園の入園前、小学校の入学前とかですよね。で、戦いごっことか、なんかすって歩くとか、なんかブンブン振り回すとか、なんかそういうことをしない限り、あんまり買い替えないじゃないですか。買い替えたとしても、その小学校の中で1回とか2回とかだと思うんですよね。毎年買い替えるみたいな、そういう人っていうのはなかなか少ないと思います。で、さらにそれを追い打ちをかけるのが少子化なんですよ。今からね、どんどん子供たちは減っていくわけなんですよね。街を歩くと結構子供たち多いなっていうふうに思うんですけど、買うタイミングが少ない上に少子化っていうところを狙ってしまうと、需要っていうのがどんどん少なくなってきます。でも、作り手さんはどんどん多くなっていくんですよね。これがちょっとバランスが悪くて、なかなか売れないっていう現象がね、発生しています。供給と需要のバランスっていうのが合ってないっていうのが一つ目。売らない方がいい二つ目は、シーズンが限られるですね。さっきもちょっとお話ししましたけど、レッスンバッグは幼稚園とか保育園の入園前、小学校の入学前に買われるものなので、1月から3月とかがハイシーズンですよね。イオンとか西松屋とか、そういう大手の販売先っていうのを見たらわかるんですけど、一時期レッスンバッグとかがブワーって並んでるのに、その時期を超えると、パーって撤去されたり、本当に細々ってね、展示してあるみたいな、そういう状況になっているんですけど、やっぱり向こう側としても需要が高い時に全面的に売り出して売るっていうのがやっぱり基本中の基本なので、需要が高いシーズンに需要が高いものっていうのが最前列に展示してあります。なのでお買い物にね行ったりとかした時に、何が今その最前列に並んでいるのかなっていうことを確認すると、自分のビジネスにつながりますので、いつもアンテナを張っておきながらやっていた方がいいです。お洋服を販売されている方なんかだったら、みんなが衣替えしようかなって思う前に半袖が出たりとか長袖が出たりとかしていますよね。
なのでそのタイミングに、お洋服を出し始めるとお客さんが買いやすくなるっていうことになります。大手の売り出し方っていうのはすごく研究されているので、そのタイミングで自分も出せるように準備をしておくってことが大事ですね。はい、ちょっと話が逸れてしまったのでちょっと話を戻すと、このレッスンバッグっていうのは1月から3月ぐらいのシーズンしか売れなくて、その振り回したりとか擦ったりとかなんかそういうことをしない限り他のシーズンでね買おうっていう方はなかなかいないんですよね。なのでシーズンにしか売れないものを売ってしまうとその時期にしか売れないってことになってしまうので結構大変です。なのでそのシーズン以外にも売れるような商品開発っていうのを一緒にしていかないと、本当1月3月までいい感じに売れたとしても4月以降本当に売り上げがない状態でどうしようみたいなところになりますからね、そこは注意していただければなというふうに思います。じゃあ売らない方がいい理由3つ目としては差別化しにくいです。スタイに関してはオリジナルが出しやすいんですけど、幼稚園バッグってなかなかオリジナリティっていうのが出しにくいですよね。学校とかそういうものに持っていくわけなので装飾っていうのはしすぎてはいけないし、やっぱり機能性っていうものを重視しないといけないので取り出しにくかったらダメだし、そういうことも考えるとやっぱりああいうような四角の方がいいかなっていうふうになるわけなんですよ。で、生地の選び方とか、あとはフリルをつけようかとかポケットはどうしようかっていう、そういうちっちゃなね差別化しかできないんですよね。差別化しようとしてかなり使い勝手がいいようにすっごい工夫を凝らしてね、こことここにこういう風にやってみたいな、ちょっと今想像できないですけど、こういう風に工夫を凝らして、じゃあ1個6000円1個1万円って打ち出したところで、使うのって子供たちだし、その幼稚園と小学校のものを入れて持ち運ぶだけだし、そんな機能っていらないよねみたいな感じになっちゃいますよね。電子レンジと一緒ですよ。機能がたくさんついても使えないじゃないですか。だから最近必要最小限の機能で安い電子レンジっていうのがよく売れてるみたいなんですけど、うちもすごいメニュー豊富な電子レンジがあります。なんか炒め物ができるとか煮込み料理ができるみたいな、そういうのあるんですけど、煮込み料理は圧力鍋でやるし、電子レンジって使わないですよね。温め機能と解凍機能と、オーブンレンジなんでオーブン機能があればいいかなっていう、ところになります。なのでそういうふうな、そんな機能いらないよねっていうものはやっぱり差別化しにくいっていうところが多いですね。どうしてもレッスンバッグを販売したいっていう方はどうやって他の作家さんと差別化できるかどうかっていうのをね、しっかりと頑張って考えていただければなというふうに思います。では今言った売らない方がいい商品の特徴3つをまとめると、1つ目は買いたい人よりも販売者が多すぎる、2つ目は売れる時期が限られる、3つ目は差別化しにくいです。これらにね、当てはまるようなものっていうのは結構売りにくいので、違う商品にしたりとか、どうやってこの3つの難関ポイントっていうのを乗り越えられるのかっていうことをね、考えるといいと思います。ではね、この売らない方がいい商品っていうのを一応念頭に置いてもらって、売れる商品っていうのを作ろうと思います。これから、どんどんちょっと深掘りをしていく、ワークをしていくんですけど、深掘りをして商品を販売すると、お客様の目に留まります。うちのスクールではその販売アプリとインスタから販売を始めていくんですけど、深掘りをして商品開発をして、でその商品開発しながらインスタで投稿していってというふうにやるんですけど、販売開始前に DM でどうやったら買えますかっていうふうにお問い合わせをいただきます。例えばリバティの子供服を販売している人はオープン前にオーダーのお問い合わせが来ました。でその人はその後もリピーターになって何着か作っていたりとか、レジンで模様を描いたスマホケースの販売に挑戦しているスクール生は、その子はレジン自体は初めてなんですけど、でもやっぱりそのレジンを使ったスマホケースを販売したいっていうことになったので、じゃあその商品の方向性どういう風にしようかっていう練って練って練って練り上げて、そして練習をね、すっごいもうめちゃくちゃ練習しました。その練習ばっかりやってても世に知られないんだから、インスタに早く投稿しようよっていうことで、練習をしながらね、インスタに投稿するようになったんですけど、投稿をしていってたら、結構ね、そんなに数を投稿していない状態のうちに、どうやったら買えますかっていう風に3人の方からね、問い合わせが来たっていう感じですね。なので思いつきで商品を決めるっていうのを、この直感として一応残していた方がいいんですけど、やっぱり直感は直感で全然根っこができていないんですよね。重みがないんです。なので商品に重みを持たせるためにもこれからお伝えするワークをしっかりとやってください。
紙とペンを用意して、このワークを見ながら進めるだけで大丈夫です。で、今時間がある方は今やってもらって、時間がない方は後で見るとかね、再生リストに入れてもらって、時間がある時にやってみてください。やるとやらないで本当に違いますので、売れるものを売りたいんだったらぜひやってみてください。最後に私の場合の例えっていうのをね、挙げさせてもらうんですけど、先に私の例を挙げてしまうと結構私に引っ張られてしまうので、まずはね、間違ったらとかそういうことを考えずにとか、むしろ間違いなんてないので、あなたの意見なのでね、なので自分が思うままに書いてもらっていただければと思います。自分のしっかりとした考えっていうのをね、書き出していってみてください。それではね、ワークの一つ目、あなたは人生を通してどんなことを伝えていきたいですか？あるいはどんな人を増やしていきたいですか？これはね、自分の大きな軸を決めるためのワークなんですよね。では次に行きますね。まだワーク1をやりたいよっていう方はちょっと停止ボタンを押してみてください。それではワーク2、あなたの商品を買う方の悩みは何ですか？ここでのポイントは、商品に関すること以外の悩みを書き出してあげるのがポイントです。もしかしたら商品の可能性を広げるヒントになるかもしれません。それではワーク3、ワーク2で一番解決したいものは何でしょうか？それではワーク4、ワーク3を解決するために必要なものや必要なことを考えられるだけ書いてください。ワーク5、あなたの提供したい商品でワーク4を提供してください。ワーク6、ワーク5の商品を提供することでワーク1は実現されますか？実現しない場合はワークを遡ってやり直してください。実現する場合は商品の完成です。できましたでしょうか？私の例を出しますね。ワーク2以降は数出さないといけないんですけど、今ここで数を出しまくっていたらかなり長いね動画になってちょっと大変なことになるので、このワード自体はね少なめにご紹介をしていきます。ワーク1、あなたは人生を通してどんなことを伝えていきたいですか？あるいはどんな人を増やしていきたいですか？私の場合は自分で自己決定をして自分の力で自由に生きれる人っていうのを増やしていきたいです。私の人生の軸っていうのは、テーマは自由です。ワーク2ですね、あなたの商品を買う方の悩みっていうのは何ですか？服作りに挑戦できない、型紙でしか作れない、どうやって販売したらいいかわからない、仕事を辞めて家で仕事をしたい、いろいろありますけど、とりあえずこれぐらい出しておきます。ワーク3は、ワーク2で一番解決したいものですね。なので、何でも服作りができるようになりたいというのと、あとは仕事を辞めて家で仕事をしたい、服と仕事っていう悩みに、私の場合は分かられたので、2つの悩みっていうのを置いております。ワーク4はワーク3を解決するために必要なものや必要なことを考えるだけ書いてください。何でも服作りができるようになりたいという方は、基礎を勉強するだったり、応用を勉強するだったり、型紙操作を何パターンも覚えることが、服作りにつながるようになります。もっといっぱいありますよ。仕事を辞めて家で仕事をしたいという方には、家で稼ぐ力を身につけるために勉強をするとか、知識を補うために自ら動いてもらうとか、そういうふうな解決策っていうのを考えました。ワーク5はあなたの提供したい商品でワーク4を提供してみてください。自由自在に服が作れるようになる服作りのオンラインスクール、そして作家講師の育成サポート、ワーク6、ワーク5の商品を提供することでワーク1は実現されますか？ワーク5で出た私のスクールは、自由な服作りとお金と時間を自由に使える人を増やすためのスクールなので、私の大軸の自由と合っています。はい、こんな感じですね。ワーク6は本当に大事です。これから作る商品と自分のやりたいことっていうのがつながっていると楽しいんですよね。でもつながっていないと、あれ何やってんだろうって感じになってくるんですよ。好きなことで仕事にするっていうのと全然つながらないことになってしまうので、この関連性っていうのは確認をしてください。私すごい簡単にパパパパって言っていったんですけど、本当にかなり考えて作ったものなので、スクールでなくてもいいじゃんみたいな、そういうところもしっかり考えますよ。
でもお洋服作りができるようになるためには結構長い時間もいるし、その1ヶ月2ヶ月で、全部が作れるようになるほど簡単ではないので、やっぱり今は9ヶ月にしたんですけど、それなりの時間はかかります。で、作家とか講師をしっかりと育成しようってなると、やっぱりそれも数ヶ月というよりも今半年でやってるんですけど、しっかりとがっつりと向き合ってやる時間っていうのが必要なので、単発とかそういうものよりもスクールの方がいいなということで、スクールにした次第でございます。ぜひね、皆さんこのワークっていうのをね、今時間がないからということで見るだけにしていらっしゃる方はやってみてください。で、最後にこのワークをやった趣旨というか、このワークで見つけたいものっていうのは悩みの部分なんです。人っていうのは自分の悩みを解決するために物を買うんです。で、今の悩みに対して何も解決しないものっていうものを100円でも払いたくないくないですか。100円に行っても自分の必要なもの以外っていうのは買わないですよね。100円だからあれもこれもそれもそれもって衝動買いで、あ、これって使えんじゃねみたいな感じで買うことはあるかもしれないんですけど、これは自分のために役に立つかもしれないから買うわけなんですよね。自分にとって役に立たないと思うものは100円でも買わないです。例えば石鹸入れ欲しいっていうふうに思ってない人に、今なら石鹸入れ100円安いよって言っても、いや石鹸入れ別にも欲しくないしみたいな感じで100円でも買わないんですよ。でも石鹸入れにね、なんか石鹸入れがなんかカビっちゃってて、なんか新しいものを買いたいなって思っている人に、カビが生えない石鹸入れ今なら1000円の看板見たら結構気になりますよね。やっぱ人っていうのは100円でも買わないし、でもなんか自分が求めているものだったら1000円であっても1万円であっても買うんですよね。このことは絶対に覚えていてください。なのでこのワークの始めはお客さんの悩みっていうのをどんどん洗い出してもらったんですよね。で、ここの悩みに引っ掛けることでお客さんは高いものでも買ってもらえるようにすることができます。なので、何回も言いますけど、ワークをされていない方で売れる商品を作りたい方であったり、今商品が売れなくて悩んでらっしゃる方はワークをしてください。ワークって無料だとやんないですよね。私もそうなんですけど、やっぱり有料の商材、まあ、10万も20万とか30万払って買ったワークっていうのは絶対にしますよ。なんか買っちゃったからもう損したくないし、やりたいっていうふうにやるんですけど、やっぱり無料で手に入るものって、まあ、無料だしとか今やらなくてもいいしみたいな、どんどん先延ばしにしちゃう方が多いんです。なので有料の商材を買った人の方が成果を出すのが早いんですよ。同じワークでも有料で渡した人と無料で渡しただったら、その成果が出るスピードとか質とかに差が出るんです。これはもう真剣にやるかどうかの違いにもありますよね。なので、この機会無料なんだから逆にやらないともったいないのでやってください、ね、ぜひ皆さんにね、ちょっとやってもらって素敵な商品っていうのをどんどん開発していただきたいので、公式 LINE ではワークのね PDF をお渡ししています。動画を見てワークを見てっていうふうにやっていただいてできるようにしていますので、こちらの方もね、ゲットしていただいて、今やった方はもう一度その PDF 見ながらやっていただければと思いますし、どんどんね、1回やるよりも2回、3回やった方がお客さんの悩みっていうのをどんどん深掘りしていけるので、やってみてください。ワークにもね、違う例えとか、ね、そういうワンポイントとか、そういうやりやすいようにね、作っていきますので、気になる方はこの概要欄の URL よりこの公式 LINE にお問い合わせいただいて、ワークというね、言葉を送っていただければと思います。皆さんにね、しっかりとこのワークやってほしいので、ワークをされた方にだけプレゼントも用意しておりますので、ゲットしてみてください。これからも販売に関する有益な情報をお届けしていきますので、販売に挑戦したい方だったり、今挑戦してるよっていう方はチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。そして、ね、高評価もいただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。